ひずもすぎなさい。昔々あるところに、悪逆非道の王国の頂点に君臨するは、弱い十四の王女が絢爛豪華な調度品、顔の欲にがめし使い、相場の名前はジョセフィーヌ、すべてがすべて彼女のもの。お金からいなくなったなら、国民どこから地獄へ、私に輝く者たちは、祝福一部島へ。そう、ひずもすぎなさい。鮮やかな色を見て周りの哀れな雑草が余分とない口で憎く暴君王女が恋するは海の向こうの青い軌道だけども彼は隣国の緑の女に一目惚れじっと見狂う愛人を呼び出して静かな声で言いました。緑の国を滅ぼしなさい。幾多の家か焼き払われ幾多の命が消えてゆく苦しむ人々の嘆きは王女には届かない。あや、お水の時間だわ。悪の花可憐に咲く白い色取りでとても美しい花なのにあとけ顔好きで触れない。悪の王女を倒すべくついに人々は立ち上がる。烏合の彼らを率いるは赤き鎧の女剣士つもいに相撲がどの位階国全体を包み込んだ。長年の戦で疲れた兵士たちなど敵ではない。ついに王宮が囲まれて家臣たちも見てらしが可愛くがれんな王女かな。ついに捕らえられたこのブレイブの悲しげな色通りで彼女の雨の楽園がもろくも儚く崩れてく。昔々あるところに悪逆非道の王国の頂点に君臨してた弱い十四の王女だわ。処刑の時間は午後3時業界の鐘が鳴る時間王女と呼ばれたどの人は一人牢屋で何を思う。ついにこの時がやってきて終わりをつける鐘が鳴る。民衆などに目も触れず彼女はこう言った。あや、お水の時間だわ。悪の花可憐に散る